こんにちは、ナミさん。深夜のこそこそ話ね。あ、だからこんにちはじゃなくて、こんばんはですかね。あの、田代正史の寝起きシリーズじゃないですけども、こんばんはみたいな感じで始まります。速稼塾の久保でございます。久々の連絡、ありがとうございます。まあ、いろんなトラブルが重なってね、難しかったということで、まあ、本当何と申し上げていいのか、お悔やみを申し上げていいのか、お見舞いを申し上げていいのか分かりませんけども、回復してよかったと思います。で、あの、アドビのプレミアムプロなんですけども、確かね、もう私もね、ずいぶん前のことなんで忘れましたけども、あれは、あの、契約した後に、契約を解除するっていうところに行くと、ものすごいね、割引率で、引き止めが始まるんですよ。で、その引き止めも、さらに、いや、いいですっていうふうに断っていくと、じゃあ無料で2ヶ月ほど使ってくださいっていうふうな画面に切り替わると思うんですよ。で、それを2ヶ月ごとに繰り返すと、実質的にずっと課金請求が行われないというね、ことなんですよ。まあ、ですんでこれ、アドビをね、使ってる方で、1回でも退会しようかなと思った方って結構気づいてると思うんですよね。まあ、でもそれをどっかでメンバーシップかなんかでお知らせしたかなと思いますんで、多分そのことじゃないですかね。うん。はい。ということで、今回、体のエイドの、ステーキングのね、報告の動画の方もいただきました。こちらの方は15日に紹介することになると思います。またですね、FX のこともね、これから始まるそうで、私もね、FX の本格講座、しっかりと、今年はね、進めていこうかと思います。まあ、仮名でですね、仮の名前を付けました。それは、FX オリガルヒですね。オリガルヒっていうのは、ロシアの新興財閥のことらしいですけども、その言葉を使ってね、オリガルヒ。この FX で私たちも新興財閥になれないかなというね、志のもとに新しい、これはカリキュラムですね。これを始めていこうかと思います。昨年、おととし販売したのは、単なる、まあなんと言いますかね、まあ電子書籍みたいなもんですね。メールマガジンで少しずつ FX についての基礎知識やテクニカルっていうものをお伝えしていくと。まあ、教科書みたいなもんで、基本的に Q&A はそんなにたくさんは出ないと思うんですよ。ただまあ、唯一あるとすれば、補助線を引く練習をしていただきたかったかなと。テクニカルっていうのは結局、チャート上に補助線を、まあ、どのぐらい正確に引けるかっていうことによって、戦略が正確に立つか、それとも勘違いした戦略を立ててしまうかってことが分かれてくると思いますんでね。で、その、初級編、中級編を、通り越して、それを地盤としてですね、今度はちゃんとした講義をしていこうかなと。これについてはね、やっぱり週に1回から2回、課題を送れる方に限らないとダメかなと思いますね、やっぱりね。つまり、私はね、テクニカルで勝率をプラスにすることが責務だと思ってるんですよ。でも FX をやりながら、なんと言いますかね、五分五分にすらならない人が、多いわけなんですよね、それはなんでそうなるかっていうと、五分五分以上の人が存在する限り、力量の差で五分五分以下の人が必ずできるんですよ。でも FX って五分五分以上の勝率を取れれば、必ずプラスになって資産を築けるんですよね。これ当たり前なことですけども。ね、49対51の確率で勝てるようになったら、あとは資金の投入量だけですからね。でも多くの方がそうならないんですよ。資金の量に関わらず、どうしてもね、勝率を 50% 以上に上げれないんですよね。それは繰り返しますけども、51% 以上の勝率の方がずっと君臨しているからなんですよ。で、これを乗り越えるには、やっぱり基礎的な情報量が頭に入っていることと、ちゃんとフォーメーションが使えること、ね、補助線が引けることに尽きると思います。まあ、ここを攻略できれば、もう特にコンサルなんていらないんですよね。でもそういうのも全部込みで、まあ日々の相場解説ね、最近は細かい相場解説をしたりとか、ヒゲのことについてね、しっかりと語ったりとかね、それから分からない時はやらないっていうことを改めて打ち出してみたりとか、一日の FX の相場放送も増えたわけなんですけども、これをもうちょっと濃くやるのが私の FX オリガルヒというね、カリキュラムになると思います。これは今年中にリリースすると思いますけども、まあ来月ですかね、遅くても夏が始まる前には募集を開始しようかと思います。ナミさんも FX の講義の方頑張っていきましょう。募集の方もね。はい、それからですね、それから何でしょうね。
これは今回のメッセージからちょっと外れますけども、あのダチョウ倶楽部の上島竜兵さんのこと本当に驚きでしたね。でも人には私たちに見えない側面が必ずあって、それが驚きとともに多くの人に喜びや前向きな影響を与えることもあれば、そうではないこともあります。私は常にね、生きることと生命が終わることっていうのは一体だと思ってるんですけども、でもこうやってナミさんと動画のやり取りしたりね、 FX をしたりとか、生きていることに全てが起きるんじゃないかなと思ってるんですよ。なぜなら生きてる状態が終わったことは私は経験上ないから、そしてそれを語る人もいまいち納得に欠けるものがあるからなんですよね。だから私たちがこうやって生きているその次の世界っていうのはあるのかな、あるとして今うまくいかないことが全部解決するような、そんなにねバラ色の世界なのかな、結局は次の世界があるとして今突破しないことは結局突破できないんじゃないかなというふうな気もするんですよね。だから苦しみから逃れるためにそういうふうな世界に行くっていう気は私はないですね。まあいずれにしても私たちを楽しませてくれた偉大な方が去っていったということで、心からお悔やみを申し上げたいと思います。これが今日のメッセージのラストです。まあ私にとってもすごくね、いろんな人が毎日亡くなってるんですけども、と思いに残るそんな訃報でしたね。はい、失礼します。